今日の動画はユニクロのこちらのコーチジャケットでルックブックをやっていきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらちょっと前にね、ユニクロの2022春夏のデニム試着会みたいのがあって、そちらにお邪魔した時にちょうどねこれを着させてもらう機会があったんですけど、その時にねこの肌触りとか質感とか、あと裏側もねメッシュになっててすごく着やすかったので、その時にかなり気になったんで購入してみました。ただね、単純に紹介してもちょっと前のアイテムになっちゃってると思いますので、面白くないなと思うので、ルックブックをメインとしてね全部で5コーデくらいやっていきたいと思います。まあ、それの前にね簡単に商品紹介だけしておきますと、こちら商品名のがコーチジャケットっていうとてもシンプルな名前になってまして、価格が4990円税込みになっております。でこちらの色展開なんですけども、全3色展開になってまして、こちらのブラックと、あと他にはねナチュラルとグリーンっていうちょっと珍しいカラーもありました。グリーンなんかもなんか少しレトロな感じがしてすごくかっこいいカラーでしたね。ただやっぱり僕は使いやすいブラックを今回チョイスしてみました。ちょっとワークに着こなすとか、あとはスケーターっぽくね着るのもありかなと思ったので、今回こちらのカラーにしております。でサイズ展開なんですけど、いつも通り XS サイズから 4XL までありまして、 XS、XXL、3XL、4XL に関してはオンライン限定のサイズになってます。で僕は購入したのは店頭で一番大きいサイズの XL になります。こうあまり大きすぎてもなっていうところもありますし、もともとかなりゆったりとしたシルエットになってたので、 XL でね太めのワークパンツとか、あと僕がよく履くようなスウェットとかね、そういったものと合わせても問題ないかと思います。で素材のところなんですけど、こちら 100% ポリエステルになってまして、ただね河川感はもちろん感じるんですけども、この柔らかさとかなんかしっとり感もあって、すごく不思議なね素材になってます。結構高見えする素材感だと思いますね。はい。であとは特徴のところなんですけども、こちらの裏地のところですね、この裏地がついてるタイプのリラックスフィットになってまして、気温に関係なく羽織りやすいアイテムになってます。すごく肌触りのところもサラサラとしたメッシュになってますし、通気性も良さそうなので、これからの季節にやっぱりどんどん暖かくなっていくうちに、どういうもの着用今日しようかなって時の選択肢としてね、かなり選びやすい素材感だと思います。あとはですね、この身幅も割と取られているんですけども、裾の両サイドにですねアジャスターがついてますので、こんな感じにねちょっと絞ってあげて着用するとか、まあ、お好みのシルエットに合わせてっていうところですね、着用ができるようにはなってます。だから寒い日なんかはね、下からビュービュー風が入ってきちゃうの、こういう風なところを締めて調節するっていう気温管理にもなると思います。あとはですね、この表面の生地のところなんですけども、雨水を弾く撥水機能がついているらしくて、ついたところの機能面もね申し分ない一着になっているかと思います。はい。っていう感じのサクッとしたご紹介になったんですけども、このジャケットを使ってちょっと5つくらい春らしいコーディネートをしてみたいと思います。あまりレイヤードをバシバシするっていうよりも、主にはねボトムスとインナーをねちょろちょろ変えるくらいにはなっちゃうと思うんですけども、なるべく印象が変わるような5コーデを作っていきたいと思いますので、主に解説はテロップメインでやりたいと思いますので、コーディネートの動画がかなり長くなりますので、よかったら最後までご覧ください。どうぞ。
はい、という感じでルックブックいかがでしたでしょうか。全5種類ちょっと長めに作ってみたんですけども、どれも系統が変わるようにっては思ったんですけども、やっぱりどれもこれも僕が好きなね好みが入ってしまってるので偏りはあるかもしれません。まあ総評して言うとすごく使いやすいし、生地感的にもね、あ、これユニクロなんだっていうくらいのね質感の良さと、あとはシンプルさがありますので、なんだろう、ユニクロかぶり気にしちゃう人とかもねいると思うんですけど、これだけシンプルだったら別にね、かぶってようがかぶってなかろうがわからないってところがあると思いますので、特にこのねブラックのカラーなんかは使いやすいと思います。あとはねこうグリーンなんかもねアクセントカラーとして春らしさというか色使いでね季節感を演出するときにも使いやすいものだと思いますので、まあ白 T の上にねさらっと着るとか、まあ、そんな感じでも様になってしまうアイテムだと思いますので、よかったらチェックしてみてください。はい、っていう感じで今回の動画は良かった、参考になったとありました、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。